皆さん、マイロ、ニューヨークでビールノムリやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi, a beer nomurie in New York. そして、I'm the manager of Izakaya Draku, Kyo. はい、本日もやっていきましょう。Blind Beer Tasting! Yeah. 本日は僕が選んで、Kyo さんが当てます。はい。それでは、やっていきましょう。うっす。やろう。はい、本日選んだのは、こちらです。玉の恵みです。これは、Kyo さんが大好きなビールまあ、これをちょっと選んでみました、はい、キヨさんお願いします。ライドインしてきた。またレッドブルみたいな。だからレッドブルって言わないでください。レッドブル大好きなんですよ、この方。毎日飲んでますよ。ココアみたいな。そんなビールうちにありましたっけ。まあちょっとそのロースティッドな甘い。ああ、はい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 。Like, マラセスって。クロザト。はいはい。で、あのワインの表現なんですか。それともよくワインで使ったり。そうですよね。セディメントが入ってない、まあ、泡はすごい細かい、結構強い。え？I think、これはまあペレールかなってちょっと思うんですが、結構苦味が強い。おお、いい線いってますよ。苦味が強い。強い。はい。いいと思いますよ。もうちょっと多分飲んだ方が分かりやすいですよ。俺のイメージとしては香りとかよりはどちらかというと飲んだ味がすごい、うん、印象的だったかなっていう。まあ2個俺がかなったものはまず、あ、いや。フルーティーがないから絶対玉の恵みじゃない。これが渚のペーレールでございます。言ってたんですよね、キヨさん。玉の恵みでございます。玉の恵みじゃないと言ってたんですけど玉の恵みです。いや、キヨさん好きやからこれ面白いのが、製造してから約5年ぐらいはずっと冷蔵庫に入れると、あのどん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 味が変化して、多分キヨさんが飲んだ時よりもなんか多分味が変化してると思うんですよ。すごい面白いビールなんですよ。東京で作られてるビールなんですよ。まあ、その瓶内発酵してるからこそ、そのちょっとエイジしたら味が変わってくるので、そうですね、はい。ああ、苦味が強くなってますね。そうそう、うん、フルーティーの甘さというよりはそのモルトの、そうそうそう、うん、甘さが出てきてますね。なるほど、こういう風に変わるんですね、うんうん、いや、惜しかったですね。言ってたんですよ。言ってた、言ってたら、なんかヨシさんは当てやすいって言ってたんだけど、そう、当てやすい。僕だからキヨさんがこれ好きなの知ってたんですよ、はい、僕は 5.5% はい、非熱処理生ビールでそこございます、うん、ということで惜しかったですけどね。はい、じゃあ僕は 1.5 で、はい、1.5 です、はい。半分勝利、はい、半分当たってました、ね、はい、ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールの群れのヨシと 1.5 男です。じゃあね、チェース。